シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よー、今日の回は情報修正のキャラクター簡単に見ていくってやつだぜ。そんじゃ簡単に情報修正キャラ確認していくぜ。まずはアシュラ、マインスイーパー L でゲイダッシュがついて超強反射拡散弾 AL3 になったが、まあマインスイーパー L とダッシュ、まあダッシュがついたことによってまあアンチギミックが増えてねえから、今まで以上にマグメルとエスカ、シャンバラで使えるような感じがするぜ。そして次、ストライク飛行アンチダメージオールゲージカウンターキラーで、ターンが12プラス4ターンで、まあ、短くなったと。威力は下がらずってことやな。なんかあの威力の SS がこんなに短く出るのは結構強いと思うぜ。で、8方向レーザー EL、 まあ威力急に EL、 急に EL、 ちょっとこれ予想できねえな。こいつも今まで以上のダンジョンがすごいいい感じで使えると思うぜ。で次、信長、こいつ艦隊性能やべえだろ。ダブルエナジーサークル L で、一応気をつけなきゃならねえのが、ルシファーはあいつ防御弾ブラストもあるし、プラスで砲撃型のエナサーだったからすごい強いけど、まだこいつはわかんねえ。しかもこいつ確かサブ光じゃなかったっけ。エナサー、いや水3つにしてよ絶対、これだけはマジで。でこいつも今まで以上のダンジョンで性能発揮すると思うぜ。まあラグナルクとかも本当に簡単になるんじゃねえか。まあそんなもんか。で次、信長で魔法陣ブースト、こいつがついたことによっていろんなダンジョンに行けそうだ。俺的には銃の極結構期待してるぜ。あと重力バリあるけど、アイゼンミオとかもいけんのかな。いやでもあいつはランスロットがいるからな。でこいつあなんかやばくね。天界者のカリスマで味方を導いてだったのが、味方を動かして敵に打ち込むなってんだけど、これミスなのか。これ運営のミス。いや一番これだろ、一番やべえのは。そういうことは、今まで難しかった近畿の18とかいろんなやべえダンジョンにこいつ連れていくと、あっという間に終わるんじゃねえか SS で。友情もめちゃくちゃ強いからな。これミスの可能性が高いぜこれ。でドゥームはもう何も言うこともね。ちょっとこいつもうちょっと強くしてもいいんじゃね。あでもステータスの面で多分変わる可能性があるな。スピードもっと上げましたみたいな。じゃねえとちょっとこいつは使い物にならねえぜ本当によ。で最後にナイチンゲール、こいつはよ、狙いかないもっと倒すマンになったのはいいんだが、まあ水属性キラーゲージ素浴びで反射クロスレーザーいいのだからすげえ強いと思う。でも見た感じ一瞬でうわやべえって感じじゃねえんだよな。おそらくステータスの面とかいろんな面ですごい強くなると思うし、この状態上回復ブラストが今後何かのダンジョンで激刺さりする可能性あるから、まあ持ってる人も多いと思うから、これはかなり期待できるぜ。つうわけだ。そんなことはどうでもいいけどよ。全員キューの極適正って言いてんだろ。よくわかってんじゃねえか、アラミタマ。全員キューの極使ってやるぜ。やつ全員とは言わねえか。契約完了。いいからそこに並べ。俺が焼き押してやるからよ。夜勤が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。あばよ。